T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。赤カード第4回です。だいぶやってる気がするけど、赤単体ではまだ4回なのよね。装備が非常に貧弱です。そりゃうめき声くらい出るよね。ちょやめぜー。寄ってたかって。弱い者いじめ反対。やっと当たった。開始数歩でこの苦労。色によって進め方が若干違ったので少し前後する感じがしますが、赤カードはまずレッサーパンダじゃなくてレッサーデイモンと戦います。パンダだったら可愛すぎて無理。召喚ばかりになると攻撃しづらいですが、その分こちらは安全になるので、まあ悪くはないかな。デーモン自体の攻撃がなくなるもんね。この HP で非常に不安でしたが、これならなんとかなりそうです。クソ？隙が致命的に大きい。肝心な時に触れないし、意味ない時は触れる。でもよかった、倒せた。絶対ダメだと思ってたよ。さてコウモリ変身を入手してハイジャンプを取ったら、地下水脈を経由して待望の鎧を取りに行きます。お、ついに鎧か。何やってるの？未だに操作になれない。こうか。操作になれなくてキリになれない。はいはい。じゃあハイジャンプを取りに行きましょう。失敗した。もう見てなくていいよ。ということで地下水脈です。ここはサクッとボスたちを倒して次に進みたいところです。サクッと倒せればね。願わくばですね。ただいま。母さんじゃないから。だからむしろいいという話もあります。まったく困ったものね。ぐぅ。ちょ出ない？マジか。ウィングスマッシュを出そうとして失敗の図。パッドの変化にもまだ慣れてないようです。ちょっとこれは卑怯かな。普通に戦うか。出ないのは勘弁してほしい。よし。割とあっけなかったね。あ、会話飛ばした。今日はそんな気分です。なぜか赤い金の指輪を取って。お次はスキューラ。さすがにテールには苦戦しませんね。届かないもんね。
準備運動といったところです。ここで戦うのが一番楽だし、何より姿を楽しめます。あちょ、もう倒しちゃったし、なんか倒した後も食らってませんでした。食らってたね。ああ、まだテイルの判定は残ってるのか。PS 版は違ってた気がしますが、まだうねり足りなかったのかな。ちょ、ドラクエビルダーズのネタ。あまり見てる人多くないんだから。むう、見てほしい。ここが斜めに触れない赤カビには辛いところ。だけど飛んでくる最中なら当てやすいな。小さいフロップにも当てられるね。お、珍しくノーダメージで抜けた。赤サビでそれはすごいじゃない。褒められると嬉しい。まあ褒められて伸びるタイプだもんね。葉っぱかけられると萎縮するタイプです。というかやる気なくします。逆効果かよ。ここの字、なぜか下が切れてますよね。前もそうだったし、たまたまじゃないのね。白入り口を経由して白上部に来ました。またダイナミックに移動してるのね。ウォーシャオでしょ。しかも意味違うし、せめて縦横無尽に駆け巡るくらいで。それです、それ。セムラーの対処にも慣れてきました。行った途端こうだよ。行った途端こうだよ。全然意味違う。さて、なぜここに来たかというと、ここに赤カード待望の鎧があるからなんですね。あ、そういえば。いやー、弱いけど嬉しい。あ、もちろんこれも必要です。そしてこれ、炎の胸当てね。これは間違いなく赤でしょう。真っ赤じゃないけど、まあ赤だね。やっと防御力が二桁になりました。改めて見るとほんと貧弱ねー。意味ないのに金の指輪をつけたくなります。見た目はなぜか赤いしね。そしてこのゴースト、使いはしませんが、本体は赤っぽいんですよね。確かに。もし色縛りをする方がいて、使い魔を使うようでしたらご検討ください。アルカラードやる人いないと思うけど。そうか。結構面白いのにな。ちょ、違うんです。ボタン操作が、もう、おぼつかない。霧の同時押しってのが辛いのよね。どうしても他のが暴発しちゃいます。嘘でしょ。頭痛そう。ぐー、冷たいマリア、もういい。次は。よし。マリアはなぜトゲを残していったのか。どうやって抜けたのか、教えてほしい。あちょ、やだ。どこまで落ちるの。せっかくだからエレベーターを使うか。動画では初ですよね。まあプライベートでも数回しか使ったことないですが。あまり必要ないものね。これ、真ん中で使ったらどうなるんだろう。あ、勝手に移動した。そうなるのか。さすがに対策はされてるでしょ。開いた瞬間落ちちゃった、じゃ困るもん。それもそうですね。
催促しないの？たまにはちゃんと聞いてみようかなって。やっぱり長いですよね。倍速のありがたみがわかったわー。さて、今回はそろそろ終了です。次回の赤カードはマリアに挑みます。そうか、PS4 版ではここで戦うのよね。もうめっちゃ苦労してます。少し先になりますがお楽しみに。そうか、他の色の後だから。ということでノクターン。次回は緑カードだよ、ノクターン。